動きがいかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました日本が好きになっちゃうラジオ、今週も楽しくお送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さて今日はなんとですね、この番組スペシャルゲストをお迎えして、届けしていきたいと思います。数多くのアニメやゲームの音楽を作曲されております作曲家の田中浩平さんです。この後、登場していただきましてじっくりとお話を伺っていきますのでお楽しみに。皆さんご存知ですか、テレビアニメのですねワンピースのウィーアーだったりとか桜大戦シリーズの激闘とかもう皆さんご存知ですよね。ジョジョの奇妙な冒険だったり、私が特にね個人的にすごく好きなのは笑うセールスマンなんですよ。もうこの曲を聴くとねうわーゾワゾワとしてテンションが上がってしまって、私は結構ふとした瞬間にこの曲を聴くことが多いんですけれども、ファゴットからね始まるテーマ曲、もう笑うセールスマンがほう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 と出てきそうな雰囲気が、素晴らしい楽曲だと思います。実は田中浩平さんとはですね、私が自粛中に YouTube に、なんとなく今の気持ちを上げた歌をね投稿したんですよ。それを見てくださって、一度この自粛が明けたらご飯でも行きませんかとお声かけいただきまして、そこから仲良くさせていただくようになりました。そんなことも詳しく後でお伺いしていきたいと思います。それでは今日の1曲目参りましょう。みんなが大好きな曲から元気いっぱいにいこうかな。北谷博さんで We Are。これからのこと繋い
お届けいたしましたのは北谷ひろしさんでワンピースのテーマ曲 We Are でした。和楽器バンド鈴花優子がお送りしております。それでは皆様早速今日のスペシャルゲストをご紹介したいと思います。作曲家の田中康平さんです。どうもよろしくお願いいたします。田中康平役の田中康平です。どうも本物ですよね。いやいや、はい、一応中の人ですけどね。中の人。いや、まあ、まさか来ていただいて本当にありがとうございます。いえいえ、本当に呼んでいただいて本当にありがとうございます。はい、なんかあのお声かけするときにすごくいいのかなって戸惑ったんですけど、いやいや、もう全然私どこでも行きますから。もう本当にあれですよね、あの自粛が明けて、はい、早々に一度ご飯を行かせていただいて、まあ、あまりにね、まあ、前から和楽器バンドを存在していて、まあ、まあ千本桜か知ってますけど、すごいいいバンドだなと思って、歌もうまいなと思っていたんだけど、別になんかどっかで知り合うきっかけがあんまりなかったんですよね。はい、それで SNS を見てたらなんかすごい歌い人がすごいよくて、わあ嬉しい、まさかの歌い人、そうすっげえいいなと思って、それでもつい DL をしてしまったらなんか、はい、それからトントン拍子で、はい、ツイッターの方でね、まさかの、ね、DM くださって、うん、あのあれですね、一度反応してくださったので私もフォローさせていただいてからだったんですけれども、うんうん、先生はですね作曲生活も40周年ということでおめでとうございます。長いことやってますね。もう本当にね、はい、バカみたいに長いことやってますね。なんか先生が履歴をね、うん、少しこう拝見させていただくと、うん、もともとは東京芸術大学の作曲科で学ばれた後に、うん、一度就職されてるんですか。そうなんです。でそこから、うん、改めてバークリー音楽の方に行く、ね、うん、まあちょっと悪いけどちょっと大阪商人なところもありまして、大阪人なんですけどね、はい、あのこのまま作曲家として大学を出てデビューして、はい、そんなに仕事があると思えないなと思って、はい、まあ、この業界というのはどうなっているのかなと思って中から一回ちょっと確かめてみようと思って、うん、おお、まあそうですね、その頃からそういったところの視点というのがちょっと作詞ですかね、それいやいや、それでまあその入ったところがビクター音楽産業っていうと、この全盛期は今も全盛期ですけど、あのまあ私はだから宣伝に回されちゃうんですよ、なんか、はい、普通は制作やねと思ってたら、うん、宣伝行けって、宣伝ですかと思ったら、はい、なんとその時にね、やっぱピンクレディーの宣伝だったり、はい、サザンオールスターズだったり、はい、桜田淳子さんだったり、はい、岩崎宏美さんだったり、松崎しげるさんだったり、すごいメンバー、すごいメンバーですね。でその人たちずっと、ま、はい、あの日本中回ったりいろんなことしたり、あとディレクターのやってるそのディレクティング作業とかを後ろから見れたりして、はい、でその時にあのなんか業界にもちょっと顔ができたりして、まあいい3年間でしたね。いやすごいですね本当に、なんかもう私が生まれる前から先生は音楽業界のことをずっと見てきてくださってるということで、鈴花さんいくつか知らないもん私30代でございますであのーあれですね、一つ一つがこう歴史、音楽の世界の歴史も全部こう見てこられていらっしゃるので、うん、そうですね、最近はそのこういったご時世でコロナウイルスが、うん、広がってしまっているので、まあ、音楽業界について、うん、やっぱりその先輩のご意見とか聞いてるとすごく興味深かったりするんですけれども、うん、やっぱりいっぱいちょっと、まあ、このコロナはあまりにも特殊ですよね。そうですね、今まで のなんか音楽界にとっても特殊だし、はい、日本にとっても特殊じゃないですか、はい、こんな状況初めてなんで、はい、きっと全員が右往左往してるんですよ今ね、はい、
でどうやっていいかどうしていいかも誰もこの正解がない、うん、そうですね。でその正解がない時にどのように動くかということをやっぱりはっきり言うと、はい、もうその人のなんか自分の心根となんか冷静にちょっとまあスピリチュアルなこと言うようですけど、はい、それによってるんではないかと、うんうん、例えば私あのこの何ヶ月間かの間にね、はい、レコーディングができなくて、はい、でオーケストラのレコーディングをつい最近始めたんですよ、はい、そんなのその中であのその時に来ていただいた、まあ、川口千里っていうそのすごいドラマなんですけど、彼女も3ヶ月間何にもできなかった。何してたんですったら、はい、ひたすらトレーニングとドラムの稽古をしていたら、はい、なんかムキムキマンになっちゃったんですって言って、はい、それで私のレコーディング来たら、はい、音が明らかに違う。おすごいいい音、魂こもった、はい、太くて重くてまたセンスも良くなってるんですよ、はい、やっぱり違うよな。こういう休みをですね、ちゃんと使うか使わんかっていうのは全部その人の全てにかかってるんだと思って、はい、そこにのんべんだられるとしてるとね、やっぱきっとね、はい、置いていかれるんで、きっとこれはそうですね。もうごもっともです。私もなんかその自粛中の自分の身の振り方というか、うんうん、やっぱり人生をすごく止まって、それまで結構ドワーッと過ぎてたので、そう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 、一度立ち止まって、うん、自分を見つめ直す機会には本当にその通りで、やっぱりこの業界でも何でもそうだけど、社会人になってしまったら走りながら勉強するのって非常に難しいことが多いじゃないですか、はい、で今回ちょっと何ヶ月もなんか勉強する期間をいただけたみたいな感じになったね、はい、私も、うんうん、まあ、だからその時にふとこう川沿いをね散歩しながら書いた曲が私は歌い人だったんですけれども、うん、すごい自粛中に、うん、でそれで先生との出会いのきっかけにもなりましたし、やっぱり歌うとか人前で歌えるということに対して、まあ、私は歌い人としてどういう、うんうん、姿を今こう見せながら自分の思いを言霊に変えて発信していこうかということをすごく考えた時期ではあったので、いや本当にその通りで、やっぱりその、普通に活動している時はそれが割とちょっと悪いけど感覚が麻痺していて普通だと思っちゃうんで、はい、で人の前で歌えることがどれだけすごいことで、うん、そのなんかみんなに伝えることがこんなに自分の中にあったんだよねっていうのが今回すごくいろんなことで気がついたの、私も、うん、そうですよね。私思わず、うん、曲書きながらその時当たり前ですけど、もちろん感謝の上でステージは立ってたつもりですけど、はいはい、うん、それが本当にできないかもしれないと思った時に、うん、そのステージ上から見える光景を目をつぶりながら思い出したら思わず泣いてしまって、それは分かる、もう泣きながら書いた曲ではあったんですよ、ね、一番分かるかな。だから素晴らしかったんだよね。いや私ちょっとそのオーケストラのレコーディングが始まったと言ったけど、はい、その間普通だったら大体2週間ぐらいで書ける曲数だったんですよ、はい、それ2ヶ月かけて書いちゃったんです、それね、はい、そうするとね、どうなりました？真っ黒な譜面になっちゃった。真っ黒になりましたか？書きすぎ。もうね、ミュージシャンが言われた先生難しいっつって、ごめんごめんつい書いちゃって、つコロナの上。結局そのつい書かれた真っ黒な譜面は、うんうん、良い方に。あ、良い方になりました。行ったんですね。本当はね、私はこの頃もうどんどん引き算をしていっている人ですよ、はい、真っ黒を書いて、はい、それからどんどん引き算をして一番こうシンプルにできないかと、ずっとやってこの何十年間やってきて、はい、相当シンプルになってきたね自分の曲が、はい、でももう一回ちょっと自分ってどの程度書けるのかなと思って、もう書き込んでみようと思って、はい、書いたらあまだまだ書けるとか思って、面白い。まあでもそういういろんなやっぱり時期ってあると思うので、うん、本当にそれだけ長年音楽活動されていると、いやいや、まあ、一回シンプルにしようと思った時期とか、うん、そうそういったところもなんかすごく私全然まだまだなんですけれども、うん、すごくわかるんですよ。なんかその自分の中での今っていうのが分かる分かる。本当に、ね、年月をちょっとこうどんどん重ねていくとね、割にね音楽家の人も同じなんだけど濃くなっていくんですよ、はい、あとみんなが周りの期待とかいろんなことがもうなんか重荷になってきて、どんどんその、世間が作り上げた状況に自分がならなきゃいけないなみたいなことがどんどん追い込まれていくんですよ、はい、世間のラベリングか、でそこのラベリングをですね良しとしてる間はいいんだけど、ちょっと今回いろいろ考えてこのラベリング全部外せればもっと面白いよねってことが自分の中であったりして、うん、もっと前から考えてるんですけどね、はい、うん、まあ、常になんかそういったことは考えながら生み出してってことですよね。でもやっぱ走りながらだとね、はい、その仕事がどんどん重なってる状況だと、はい、そこまで考えてたけど、うん、ちょうどじゃあ次の仕事しなきゃいけないなみたいなことが多すぎて、はい、この40年間私本当に
3日以上休んだことって本当にないかもしれないぐらいだったんです。走り続けて、うん、はい、もうだからそういった期間を経ての先生の作品がまた次聞けさせていただける機会っていうのは本当にあの私たちとしてはとても楽しみなんですけれども、それは鈴花さんにも言えるでしょ、やっぱりその3ヶ月はどれだけ成長されたかみんながきっと待ってるからさ、やっぱりこの今音楽業界だけではないですけれども、はい、まあ、その音楽業界にいる身として、うん、やはりこれからのどのように本当組み立てていくか身を振っていくかっていうことも思いますね。私はあの音楽家になりたいという人が、作曲家になりたいという人が、まあ、多選次選問わず、はい、いっぱい来るんですけど、一応みんな、はい、やめときなさいっていつも言うんです、まず、うん、現実的ですね。やめときなさい、はい、でもそれ言って、はい、へこたれてやめる人はもういいんです、はい、逆に そうですね、はい、その方がね彼らにとってはねいい人生歩むよ、だってそれぐらいの覚悟があるんだから、はい、それでもいいですと言ってそれで入ってきてくれるやつこそですね、うん、きっとね新しい道をね作ってくれる一人かもしれない、はい、もっと違う音楽家の生き方がですねきっとね、うん、あるんですよ、はい、それをあの全然違う観点で見つけてくれる人が入ってきてほしいと、うん、いやでも本当にそうで、例えば 今将棋界が盛り上がってるのは藤井七段が出てきたからでしょ、はい、そういうことなんだきっと、うんうん、だから若い人が一番正しいんです。僕らはあのもう年を取っていて若い人のサポートに回れるようにしないといけないんだけど、なんかまだまだちょっと全然一線級に言い過ぎててみんなから早くやめてくださいとか言われてるんですけど。そうですか。先生この間もお食事してる時に、うん、あの若いって素晴らしいです、すごくおっしゃっていらっしゃって、うん、あの若い方々の意見っていうのをすごく聞いてくださって、うんうん、いやいやそれは当たりましたよ、 そっちの方が正しいですね。なんかそういう方が意外とそんなにまだ出会わないことの方が多くて、先生ぐらいの世代の方々で、でも最近そういった方もあのお会いするようにもなり、うん、なんかその若い世代と一緒にこう会話をしてくださるっていうことは非常に素晴らしくて、うん、なんかねあの仕事を取られるなんて思ったことはなくて、はい、みんなに来い来いと、うん、その、まあ、菅野陽子さん素晴らしい、もう川合健二君すごいね、で今度あの草橋君もすごい、はい、でどんどんあの高崎君だったり揚松君だったりどんどんこう、はい、おいでっつって友達になって、はい、で一緒に曲作ったりしてるうちに、はい、アニメ界はすごいボリュームのあるいい世界になってきた、はい、まあ、私のせいではないですけど、いやいや本当に素晴らしくて、うん、もういつも見ていて羨ましいって思い思いで、もう大好きと思いながら見てます。まあ、それで、まあ、その若いやつがですねあの一応目標にしてくれるような人間でないと、はい、そんな私が何を言ってもあのおっさんもう終わってるしなとかね、大したことねえよとか思われるともうダメだなと思うから、うん、なんか若い人の何倍も勉強しないといけないなと思ってるから大変なのよ毎日が。もう今日聞いてくださってる世代の方も結構幅広いと思うんですが、若い方もたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、先生のそのお言葉が間違いなく届いていると思います。いやいや若い人はもうとにかく自分たちが信じたことをやり抜けばそれが正しいですから、とにかく若い人は、はい、やり抜かない人が、やり抜かないという言い方悪いな、努力しない若い人嫌いだな、私すごい嫌いだな。はい、というわけであの時間が足りないんですけれども、あの来週も先生にはお越しいただけるということで ありがとうございます。今は特に先生が決まってらっしゃるコンサートとかは、うん、あるんですけど、はい、ちょっとね今発表したらね、はい、いろいろあの主催者側の人とか問題あるので、ただあの一応桜大戦の舞台だけは、はい、今年の冬にやろうと思っております。はい、まだ決まってません、ちゃんと、はい、うん、でも詳細決まり次第、はい、分かりました、よろしくお願いします。それもということでよろしくお願いします。ホームページあるんですか？ホームページあります、あります、はい、ちゃんとでそちらでご覧ください、うん、はい、で和楽器バンドはですね、現状では8月15日16日に、横浜アリーナにて、大新年会2020天球の架け橋ということで、ライブを行う予定でございます。こちら詳細につきましてはホームページをご覧ください、よろしくお願いいたします。というわけで来週はですね、実は和楽器バンドの中で、うん、もうゲーム音楽をこよなく愛するメンバー、うん、である尺八の神永大輔も加えていろいろお話を
ろお伺いさせていただきたいと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございまし た。それでは今日のラストナンバー参りましょう。田中先生が作曲された曲でございます。テレビアニメ新桜大戦 G アニメーションのエンディングテーマとなっております。桜夢見し。彼方の春、花咲きボール、夢の「あなたの心解きほぐすことができるのなら」「恐れるものなどないのです」
してきました和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日はですね、なんと自粛中に、歌い人という楽曲を YouTube にアップしたところを、見つけて、そして Twitter の方でダイレクトメッセージをくださったというご縁から、田中康平先生に来ていただけました。実はですね、私昔々に出たコンサートで、先生の曲を歌わせていただいたことがありまして、そこの会場には田中先生来てくださっていらっしゃったそうなので、まあお顔を合わせて挨拶はさせていただいたことはあったんですが、改めてこういったご縁が、また生まれまして、一度お食事に行かせていただきまして、本当にまさかラジオにね、こんな早々に来ていただけるとは思わなかったんですけれども、まあなんかやっぱりまだまだ聞きたい話があるなという感じで、来週もですね先生にはお越しいただきまして、さらに来週はですね和楽器バンドの、尺八神永大輔、もうゲーム音楽の虜で大好きなんですよ。なのでそんな3人でまた違ったトークを繰り広げられたらなと思っておりますので、ぜひ皆様またお楽しみにお聞きいただければと思います。さてこの番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひメッセージを送ってください。ツイッターでの呼びかけを頻繁に行っております。番組のツイッターのフォローをお願いいたします。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、鈴花アンダーバージャパンです。そしてこの後はアフタートークも収録をしております。スマホ用の無料アプリケーション JFN パーク、この無料アプリをねダウンロードしていただくだけで聞けちゃうんですね。日本が好きになっちゃうラジオのページを検索していただきますと、過去すべて遡って聞くことができます。ぜひお時間がある方は楽しんでみていただければと思います。それではまた次回、お相手は和楽器バンドボーカルの鈴花優子でした。